校長先生が持ってきて、で、あの健康づくりとか体力向上に取り組もうっていうのをやるんだけどっていうような、そういう、相談に来た話です。で、今その時の最初の状態、どういう状態かというと、実は子供がすごい落ち着きがないと、先生が、休み時間に廊下で見張りをしてないと子供たちが喧嘩を始めるとか、あるいは、なんか夜中先生が呼び出されるような事案がすごい多発しているとか、あと地域の方との関係もすごく微妙で、地域の祭りに先生がこう巡回に行ってると10時ぐらいになると、あの近所というか地域の長老みたいな人が、いや先生たちは帰れって言って帰らされて、そしてあの長老たちが中学生にお酒を飲ませちゃうみたいな、そういうのがあったりした。でもう先生たちはもう疲れ切っている状態なんです。でそれでそういう状況のところに校長先生があのそういうプロジェクトを、県から持ってきたっていう状況があって、多分あの主任の先生はなんでこんな大変な時にそんなプロジェクトを持ってくるのみたいな、そういう状況だったと思います。で、先生たちはもうみんな疲れてるっていう状況でした。で、まず最初の年、じゃあ実態把握しましょうっていうので、神奈川県の生活習慣の、診断ソフトっていうのがその当時はあったので、何時に寝てるとか何時に起きてるとかっていうのを、まあ、調べてみます。でそれを夏休み の先生方の講習会の時にフィードバックするっていうところから始めました。で結果ですると、あのこの A 中学校ですね、就寝時間が、こっち側で起床時間があっち側なんですけれども、ですね、あの結構12時以降に寝て、7時前に起きている子が、まあ、約6割、多分部活動の影響もあると思うんですけども、あのでも12時以降に寝ている子もあのかなり多い、睡眠に関してはあんまり良くないなっていう印象がありました。で朝起きる時間も1年生はあの1年生は12時以降に寝ている子が 56% なんですけど、3年生は 82%、まあ、もちろん受験もあるんだと思うんですけど、で3年生はあの7時から8時までにの間に起きている子も結構いたりとかっていう、で逆に1年生はもう部活あるの、朝部活あるので結構早く起きてて、きっと睡眠時間足りないんだろうなっていう状況でした。でテレビを見て3時間以上見るっていう子も結構多くて 30% とかっていうような状況でした。で、睡眠と健康って関連があるっていうのは、まあ、昔から分かってたんですけど、2013年に又村先生っていう今琵琶湖整形スポーツ大学にいる先生が東大の付属学校で追跡調査をしていて、睡眠の悪さが先なのかメンタルが先なのかっていうのを調査したときに、前の年に睡眠状態が悪化していくと、あのきちんと眠れなくなると、次の年のメンタルヘルスが、あの心の状態が低下するっていうようなことを明らかにしています。なのできちんと眠らないっていうことは、あのおそらく心の状態も良くない状態になっていくのかなと思います。で睡眠はそんな感じでした。で食事、久野辺村の多分児童生徒は朝食みんな食べてると思います。でその学校はどうだったかというと、朝食は毎日食べる子が、男子 17% 女子 18% わすごいなそれはっていうような状況でした。でさっき言ったように、朝あんまり歩いたりしないで、送ってきてもらうので給食だったんです。給食で時々残すっていう子も、65% 男子が残してて、男子で 65% ですよ。で女子も 39% 残しているっていう状況でした。で目に見えて残食率は高いよねって言って先生たちも納得してました。で夕食はさすがに毎日食べる子が 90% 以上、男子は、女子も 90% 近いんですけど、それでも時々食べないっていう子も多かったです。でもう試行錯誤で、じゃあ先生方、食事で部活動とか運動とかも特に女子中学生があんま
まり運動しない状況だったので運動もそうだし、あと睡眠もあんまり良くないっていう状態だったので、いやもうどこからやってもいいですよみたいな話をして先生にお話をしたことがあります。で、まあ、先生方はすごい試行錯誤の上、研究推進部の方を中心に給食があるから食育から行こうかっていうふうになって、まず給食の中で残食を減らすような取り組みとか、そういう健康教育っていうのをやり始めました。1年目はもうそういう課題把握とかすごい試行錯誤でした。僕なんかそういう健康教育のそういうレクチャー行くだけじゃなくて、性に関するそういう講演も行ったし、なぜか心肺蘇生のそういう、ワークみたいなものも行ったりして、なんかあこれ先生混乱してるなみたいな感じだったんですけど、だんだん職に、的を絞って幅広くやっていこうよ、で外部の、人を巻き込んでってやろうよみたいな感じで2年目3年目っていうふうに集約してきました。でも取り組み始めてから1年目で朝食の摂取が毎日食べるが13% だったのが次の年には 75% まで給食を切り口に食育でやってたんですけれども上がりました。でそうやって目に見えてくると先生たちも頑張ろうかなっていうふうに思ってきたりとか、でさらにいろいろ考えて例えば食品会社の、方を呼んでくるとか、管理栄養士さんを呼んでくるとか、地域の保健師さんにヘルプを求めるとか、あとスポーツ選手に来てもらって講演会を開くとか、そんなことをしてきました。で3年間やってみたらそういう先生たちが見てないと疲労見てないとダメだから、あるいは夜中呼び出されて疲労している状態がどう変わっていったかというと、そういうプロジェクトを持ってきたために、最初は研究推進部の人たちが一生懸命頑張ってるって感じです。ただだんだん成果が見えてくると、あ、じゃあ先生たちも頑張ってるから僕らも頑張ろうって言って先生の仲間ができたりとか、あと、学外協力者に協力を、得たりして、さらに子どもたちが楽しい状況になってくると、保護者の方も、あ、先生頑張ってんだから俺たちも協力するよっていうような状況になっていきました。で最後、その研究主任さんにこの3年間で何が変わりましたかって聞いたら何て言ったと思います？ちょっと隣の人と当ててみてください。何て言ったと思います？社会の先生でした。根賀先生、じゃあちょっと何て言ったと思いますか？違う、もうちょっと研究主任の先生。もう書いてありましたね。ごめんなさい。答え出てるんだ。すいません。すいません。ちょっと僕的には衝撃的だったんですけど、暇になりましたっていう。はい。つまりだから、子供を観察っていうか、こう監督しなくてもうまくいくから、監督しなくていい。そこにいる人員を割かなくていい。だから暇になったっていう話でした。だから、多分、英国にスクール、ヘルシースクールっていうような考え方があって、学校の健康づくりをしていくと学業成績が上がりますよとか、そういう取り組みなんかがあります。つまり生活習慣が落ち着いてきたことによって、子どもたちが落ち着いてくるので、勉強にも身が入るし、いろいろ心の問題とかも起きにくくなったりとかっていうようなことが起きてきたっていうことだと思います。で、多分先生方はそのできた時間で自分がもっと教材研究とかをしてより楽しい授業を作ったりとか、そういう時間に充てられる時間ができてくるのかなっていうふうに思いました。だから健康づくりっていうのは特に健康っていうのも大事なんですけど、よく言われるようにベースの部分なので、そこを土台にして、いろんな子どもたちがやりたいことをやったりとか、勉強やったりとか、スポーツをやったりとかっていうところにつながるものなんだなっていうふうに思います。で、そうは言ってもいろんな課題が、日本の中ではあると思います。例えばがんですね、2人に1人ががんになるっていう世の中になっています。
なので学習指導要領、変わった時に中学校を中心にがん教育っていうのが入っている。あと去年高等学校で、変わった指導要領を全面実施したんですけども、保健体育の保健の中で精神疾患について学ぶようになっています。つまりうつ病とか統合失調症とか、摂食障害とかそういうことを学んで、それは誰でもなり得るよ。そして気づいたらやっぱり身近な人に相談しようとか、あるいは、そういう精神疾患になるってことは差別の対象ではないよっていうことが学習内容として入っています。あといろんな少子高齢化とか生活習慣病とか感染症とかあるんですけど、あとはたびたび出ている昨年講演会されたと思います電子機器 と、睡眠との関係っていうのもやっぱり問題になっています。でちょっと一回戻りますけど、がん教育 と、教科書学習指導要領の関係なんですけど、小学校、中学校、高等学校で中学校と高等学校が中心なんですけど、小学校でも学ぶような感じになっています。あと、がん患者と一緒に生きていく、理解するっていうことは小中高特別活動とか道徳でやるよっていうふうになっています。でやっぱり学習指導要領入る前にいろんな実践を、横浜中学の先生とやった時に、やっぱり保護者さんにがんの患者さんがいたりとか、場合によっては小児がんの、子どもたちがいたりとかする中で、どうやったらいいだろうねって試行錯誤をしながらやっていって、相談しながらやってたんですけど、でもやっぱり子どもが、例えば保護者さんががんになった時に、例えば、知識がないので自分のせいでがんになったんじゃないかって思っちゃったりとか、あるいは何て言うのかな、そういう自分が中学生が大人になった時に、そういうがんになった時にどういうふうに対応できたらいいのかって、子どもがそういうがんに対する力をつけていくっていうことが僕ら教員としてできることだよねっていうふうに進めていった記憶があります。じゃあ皆さんにちょっとですね、隣の人とまた話すワークですね、がんの原因について多いものから順位をつけてみてください。男性、女性、喫煙、飲酒、塩分摂取、感染、過体重、肥満ですね、はい、どういう順位になるでしょうかって話です。じゃあそれを、まず一人でやってみてもいいし、隣の人と、やっぱり喫煙じゃないとか、いやお酒美味しいしお酒でしょうとか、そういうお話をしていただければと思います。じゃあちょっと、まず一人で順位つけてみて、近くの方と話しながらやってみてください。
健康な生活はなかなかしんどい。はい、じゃあ、一応順位出せました。大丈夫そうですか？まだっていうところあります？大丈夫そうですか？別に正解じゃなくていいので、こういう順位になってます。はい、どうですか？意外性がある。そう、意外に感じたっていう人、いや常識じゃん合ってるよ全部パーフェクトっていう人、意外性があった人、そうですよね。実際こういう順位にしちゃうとそんなに差がないように思いますけれども、これが井上さんが、日本人のがんの原因について、分析していたデータなんですけど、今もうちょっと新しいものになってくるかもしれません。赤が男性で青が女性です。で、男性は 29.7% が喫煙に起因する。で、2番目が感染です。それは胃がんとかの原因としてピロリ菌です。あるいは肝がんの、原因として B 型 C 型肝炎ウイルスっていうのもありますよね。女性の場合も感染だと、PHV ですね、ヒトパピローマウイルスですね、性行為によって感染する子宮頸がんの原因で、3番目が飲酒になってきます。で、意外と塩分摂取とか過体重肥満とかっていうのは、割合としては小さい。多分欧米の方ってめちゃめちゃでかい人いますよね。足がこんなに細いのにすっごい大きい人とかいますよね。でも私たちってそこまでやっぱり大きくなれないじゃないですか。だから私たちもがんについての原因は多分、喫煙と栄養、食生活だっていうふうに言ってたんですけど、それのデータがもともとハーバードスタディっていう海外のベースにしたものだったので、そういう感染とかはあまりなくて、食生活っていうふうになったところがベースになってて意外性があることです。特に女性なんかはさらに感染が一番で 17%、そして喫煙が 5% で、飲酒が 2.5% っていう。ただ注目してほしいのは、そういう副合要因を合わせたとしても男性の場合は5割強ぐらいしか説明できない。つまりまだまだ分かんない原因とかもあるよっていう話だったりとか、女性なんかは3割ぐらいかしか説明できないっていうようなデータがあります。で、これ日本女子体育大学の助友先生がの研究したデータなんですけど、がん化教育をするとがんの患者の人がタバコやお酒をやりすぎた人っていうイメージが高くなるっていうデータを示してたんですね。で、それが先生だけだと余計上がるんだけど、外部講師によるとそれが抑制されるっていうデータで、助友先生に、いやでもそれってさみたいな、この間喧嘩は打てないですけど助友先生と話してて、でも結局生活習慣を、改善していった方ががんは防げる可能性は高くなるけど、でもやっぱり5割とか3割ぐらいしかわからないんだから、だからやっぱり何があるかわからないから検診を受けていこうねっていう風な考え方につながるんじゃないか。そういう点から言うと日本人って検診率まだまだ低いので、やっぱり早めに見つけて早めに直してこうよっていうような、そういうようなことが教育として大事なんじゃないのって話を、しました。ちなみにうちも自分の妻が、検診で乳がんが見つかって、で見つかったんだって話をして、じゃあどの病院がいいかなってネットで調べて、で家から行けるところだとこの病院とこの病院だねとか、でもそういう人気があるお医者さんってすごく予定が埋まってたりするから、じゃあどっちの方が早いかなとか、あるいは手術に関しても全部取るのか部分なのかみたいな話をして、うちの妻は看護大学の教員やってるんですけど、授乳にこだわりがあってですね、うちの子さっき見せましたけど、
には、乱入じゃなくて卒入させるって言って頑張ってたんです。で、本人がいらないっていうまでもうやり続けるみたいな感じでしてて、でうちの子供年中さん保育園のまではちょっとこうその一緒に母親とお風呂入ってると、あ、こんなとこにおっぱいがみたいな、ブイみたいなそういうことをやっていたんで、もうなんだろうな、まあもう散々こう活躍したからいいんじゃない、でも安全のためにやっぱり長生きしてもらわないと困るから、まず全部取って、でもし必要だったら再建とかすればいいんじゃないみたいな話をしながら、一緒にどうしようみたいな感じ で、まあ、子供にもじゃあ僕から説明するよみたいな、そういうことがありました。なのでやっぱり実際そういう場面になった時に子供たちだけ蚊帳の外じゃないだろうし、子供たちもそういう判断をしなきゃいけないってことがあると思うので、まあ、そういう意味ではがんについて考えるっていうのは大事なのかもしれません。あと配慮として、さっき配慮事項で1点目はがん患者イコール絶対タバコやお酒をやりすぎた人じゃないので、まあ、そこは教員側とか気をつけなきゃいけない、そういうふうなある意味偏見を生んでしまうようなことはしない方がいいというふうに思います。あともう一つは、小児がんの方っていうのは全然原因がわからないし、生活習慣が原因では全然ないので、そういう子たちもそういう子たちもいて、小児がんの場合は原因が全然わかんないでよってこともちゃんと伝えるべきだよねっていう話をしました。で実際に私たちがこうがん教育に実践をしていった時に、中学生で実際に小児がんを患っている生徒さんがいたりとか、実際にその頭部を手術で取っていて、ここにこうプロテクターみたいなのをつけている生徒さんがいたんだけど、保護者さんにも相談して、こういうがん教育をやろうと思うんだけどって言ったら、おおむねこう家族の方も、いや、ちゃんとした理解をなんていうのかな、してほしいので、ぜひやってくださいっていう理解が得られて、進めたような記憶があります。そういうがんを国としてがん教育をやろうっていうような動向もあります。あと精神疾患ですね、結構やっぱり大変ですよね、こう生きるの。そう思いませんか？僕はそう思うんですけど、なんで、体ちょっと風邪をひいたりとか熱が出たりすると病院に行くのに、心が不調だったら病院に行かないのかっていう。で日本人はこう精神病未治療期間も症状が出ているんだけど、病院にアクセスして治療開始するその期間っていうのがすごい長い国だっていうふうに言われています。そして多分その背景にはスティグマって言って、ちょっと和訳しにくいんですけど、ちょっと偏見みたいな、でそれはそういう患者さんへの偏見もあるだろうし、精神疾患になった自分への偏見みたいな、セルフスティグマっていうんですけど、そういうのもあるんだと思う。だけどそうじゃなくて、やっぱり体の不調になったら病院行くのが当たり前なんだから、心も不調になったら病院行くのも当たり前だよねっていうようになっていくのがいいのかな。で精神科医に行くのことが前提条件じゃなくて、こういう教育をしていくことによって、多分周りの人が気づいてくれる、気づけるような子たちが育っていくっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに、でその結果世の中が変わっていくっていうのが大事なのかなっていうふうに思っています。で高等学校では精神疾患の特徴とか予防とか、精神疾患からの回復しますよ、周りの支援によってその人らしさっていうのが発揮できるようになってきますよってことを、高校で学ぶようになっています。でそれに関する動画みたいなものも作られているので、ちょっとこれを2本ぐらい見てみます。一つは、僕もそうですけど、皆さんもストレス抱えてます。そういう時に、こんにちは、ちょっと見てみます。突然ですが質問です。今の君は良い精神状態ですか？後ろの方の方聞こえますよ、大丈夫ですか？どこだろう、ちょっと難しかったかな。では君の脳の働きを見てみましょうか。お、なんでですか？精神状態は脳機能を反映しているんです。心や体に刺激や負担がかかった時の反応をストレスと言います。ストレスの原因には
刺激となるものも負担感となるものもあります。縦軸がストレスレベルの高さを表し、日常生活で感じるストレスを示したのがここです。縦長の長方形が思いがけないストレス、例えば試験に落ちたり、恋人と別れたり、いじめ、事故、身近な人の死のように突然やってくる大きな出来事のことですね。この点線が許容量の限界、ストレスに耐えられる最大限度を示しています。ストレスレベルが高くなりすぎるとどうなりますか？すごく不安になって眠れなかったり、イライラしたりするかも。そう、良くない精神状態ですね。この状態が続くと活力がなくなって感情を表現する力が小さくなってしまいます。今まで楽しめていたことに全く興味を持てなくなり、気分が落ち込んで絶望的になる、もう消えていなくなりたいと考えてしまうかもしれません。